ボケか、強盗、暴落しそうなカードを探すすれ。V クラは紙箱だよな。V クラー、サナかアイリスかブラッキー SA 買うならどれがいい？センスがあるならどれも買わない。海外需要がないカードとかカスじゃん。円安ヘッジにも使えない紙くず。こんにちは、食料はボケか再販予想家です。再録に期待してアイリスかな。ボックスの仕様変更の件、嫁に話しました。すまんな、もう高い SR だけ抜いて売ることはできない。今から子供にサーチ後の採取リンク販売ができなくなること、伝えます。採取リンク詐欺で生活してる人もいるんです。俺は株式会社ポケモンを絶対に許さない。頑張って開封済み BOX の相場を上げろ。お前の夢と仕事はまだ終わってない。海外需要とかいうやつとかにわかやろ。海外需要とかいうやつはキューラー集めてそうだし、学生時代のあだ名が漢字博士やろ絶対。BOX の仕様変更の影響でシュリンク剥がされる店も殺到するようになるかな。今は酒やらベアブリックやらスニーカーも基本的に儲からなくなってきてるから、一般の転売屋にとって最後の砦なんだよな。子供にカードパクらせって売り払う親いるらしいっすよ。シュリンクなんかあったんか。転売屋消えて EV 買えるなら最高だろ。今はビニール削減の動きもあるからこのままシュリンク自体をなくしてしまうかもな。ポケセンの販売分だけプレミア感出すためにつける感じで。シュリンクもなくなんの。このまま BOX 売りも禁止にしちまえ。もう公式もバラしてシングルで売れよ。箱形状変えてもうまいこと切り取りを避けて横抜きできる方法を誰が編み出して広まりそう。遊戯王みたいにシュリンクに文字入れて販売するのが一番安心できる。箱転売屋とかいう人間の毒クズどもが発狂してて飯うま。アマゾンから来た金箱右端がシュリンクかけとへこみ合ってなえる。このスレでゴールデン受注とか言ってた人はどうなった？一応書き込み取ってあるけど。ゴールデン受注とか騒いでるアホに負けずに、俺はひたすらゴールデンボックスを買っていた。リザードン10枚出たんだがもう全部角所に投げてこようかな。ツイッターで情報収集してる情弱は適当なこと言えば買ってくれそう。クスアのジャローがいくらまで下がるだろうな。買いたい理想の値段は、ジャローダ CSR1500、クチート CSR500、底値はジャローダ CSR2000、クチート CSR800、くらいになりそう。ジャローダとクチートは CSR で人気ないレアリティなのに高すぎる。早く親睦にならんかな。ポケセンの箱シュリンクなしで転売できるようになるから嬉しいわ。CSR のくせに砂漠の奇跡クチートより安いのか。目を覚ませ、新しいカードに価値なんかねえから。1リリエ、2アセロラ、3ミは果たして誰なのか。ルチアが1万アップしてサナとオカルトマニアに並んだ。これだけ見るとベストオブ XY が紙箱だと感じるな。ワンチャン頑張りリリエ狙いの GX バトルブーストか。帽子リリエはなんだっけ、変なボックスだったよな。将来性ってならルチア、他二つは数年でそれなのに追いつかれてるし、20年上がらない昔のブラッキーより新参者の1年で10万超えのブラッキーのが将来性あるのと同じ。名は一押しカードだからよろしく。こいつ絶対にまだまだ上がる。ルチアは本当に強いね。秋葉回ってもルチア置いてある点少ないし、備品は置いてないに等しい。頑張りリリエ、買えない人はルチア、ルチア買えない人は名って感じがいいと思う。ポケモン枠では、ブラッキー VMAX SA とミンフィア VMAX SA は、もう下がる要素ないな。この二つ押さえておけばいい。ブラッキーはスタートップレアがあるからな。時点でグレートがあるから、トップレアでないカードを集めるのは進めない。あれはやばいね。ゴールデンボックスはアキスも持っていかなかったから、自分の中にマイナスイメージができてしまった。円安なのに日本でしか需要がないカードを買うやつはいろいろとお察し。繁盛の店、ルチアの PSA10 を、69万8800円で売りに出してるね。ルチアの勢いすごいけどさすがにそれはやりすぎ。ルチア PSA10 が70万とか、PSA10 が2つ買えるやん。早いもの勝ち。EV ヒーローズブラッキー VMAX SA 激高価格1パック、再販された BOX を大量に買い市場に出回っていない特殊な金炭と長年研究し編み出した、オリジナルのサーチ法を駆使してサーチいたしました。サーチの自信はあり何度も自引きしていますが外してしまうことも事実です。相場よりははるかに安く出品しておりますので、中身での評価はご遠慮ください。激高価パック購入させていただきました。結果はレアなしでしたが、ありがとうございました。また購入したいと思います。海外向けは海外向けに売り買いすればいいし、国内向けは国内向けに売り買いすればええやん。ちょっと前まではマリー SR99% 激高価とかだったな。99% はさすがにアウトなんか。相当検索の邪魔でクレームあるはずなのに、全く排除しないメルカリが悪いな。商売としてやるなら激高価パックよりも、はかりサーチでレア異常確定パックやった方がいいのに。本人確認赤で星を削ってまで売るもんじゃないのにバカだよな。
クチーとクスアは奥にうっすら、ポプラを湯飲み気づいて一気に萎えるカード。ほんとだこれは萎えるな。クチーと可愛いしよ家なのに、CSR とかトレーナーと絡むからいまいち人気ないの。確率じゃ CSR のが出にくいのに。ポケモンと人間は住み分けすべき。リザードンはピカチュウなら人間が不人気で足引っ張る。他のポケモンは人間の足を引っ張る。でもルチアチルタリスは後々多少上がりそう。それはチルタリスがいいからじゃなくて、ルチアがいいからなだけなんよな。カイ&グレイシアくらいだろ。昨今で期待できそうなのは。なら見返り美人も不人気になるってことだな。メイちゃんとカスミもあんなにええのに、ダメっぽいからダメじゃないかな。まあよくてハコダイペイぐらいのレアリティだからな。メイもカスミも余裕だと思わんから妥当としか。ラブトロスブスいらねって扱いだけど、ラブトロスコギとは安っぽくはないかな。ブラッキーとニンフィア VMAX SA は完成されたデザインだから高騰し続けると思うよ。買うとしたらニンフィアの方がおすすめだな。そもそも人気はニンフィアの方が上だぞ。ブラッキーニンフグレイリーフその他。トップはニンフィアでグレイシアの次がエイフィ。1回だけ投票でブラッキーが上回ったが僅差。CHR の方が家多いよなぶっちゃけ。ピカチュウ、チルタリス、テイルナーあたりは CSR ならもっと箱も人気が出たろうに。夏ポケか120万付近か、めっちゃ一気に上がったな。ブースター、サンダース、シャワーの人気順は、にわかだからわかりません。ニンフィアをしてる人いるけど VMAX の PSA 何個か売れて、ブラッキーは全部 VA ってのに購入されたから、海外ではブラッキーのが人気あるんじゃないの。前スレあたりでも唐突にブラッキーより、ニンフィアのが人気あるみたいなレスあったなぁ。わかりやすすぎて草。VA に買われる系早めに集めてると大体うまいから集めてたわ。最近はエクスアとかよく買われるな。さて賢い人は何を買うんでしょうか。ウルトラシャイニーの城な。まだ夏ポケかやな。ブラッキー VMAX のプレマ欲しいしでかいポスターを額縁に入れて飾りたい。遊戯王みたいにカードのイラストをそのままプレマにするのやった方がいいわ。ポケットモンスターなのにポケモンより人間が人気出るってどういうこと？ガンダムだってガンダムよりもパイロットの方が人気出るやろ。ジョジョだってスタンドより本体の方が人気あるだろ。はい。ピアスはまだわかるが大抵のロボアニメは期待人気ありきやろ。ツイッターのアカウント作りたてで、ポケカ自慢してるやつは大概地雷。赤 ID にポケとかピカとか入ってるやつも地雷。ワンピースの転売すごいな。箱で転売されまくってるせいで、シングル自体もあまり出回ってないし、生産が増えたら第二のシャドバになりそう。遊戯王とかゼーマとかカードゲーム関連の漫画が元ならともかく、全く関係ない海賊漫画のカードとか欲しくないよな。いらなくても、儲かるんだからそん時だけやりゃいいんだよ。俺はワンピだけで200万近く利益出てるよ。ワイは500万。俺は700万。じゃあ僕は税理士になる。セレナは髪切ったバージョンの SR も出してほしい。あと光もお願いします。最近はさ、カード書もポケカの価格に敏感だから、なかなか良いの拾えないな。結局メルカリが一番いいというな。数十万のカードはさすがに高くてもカード書推奨だけど。メルカリは PSA 級の欲しいカード買うのに利用してる。センタリングがいいのを買うとなんでこれが9ってカードが割とある。前に試して5枚 PSA 鑑定したら5枚中3枚が PSA 10になったしおすすめ。下手な自称備品より信頼できる。割るの怖くない？上部を切って開ければ大丈夫だとは思う。一回安いやつで練習するのをおすすめするよ。PSA ってマジでボロい商売だよな。素人レベルのクソ鑑定して数百円の専用ケースに入れるだけで転売ヤーやコレクターが喜んでお金払ってくれる。こことか他で PSA が楽20取れるとか騒いだせいで最近かなり厳しくなってるからマジだるい。言うて PSA 興味ないんだが、PSA ケースに入れたカードが増えれば増えるほどかさばるし、コレクター的にきつくないのかね。カードのコレクションファイルに収まるコンパクトさという収集品としての利点を捨ててるというか、資産価値を高めるためにやってるだけならわかるけど、141のファイルに入れられて死んでいくカードたちかわいそう。お前らプサ鑑定の準備は当然進めてるよな。ちょっとアメリカに送るだけで何倍にも価値が跳ね上がる大ボーナスイベントだ。それも来年からはどうだろうね。日本支社できて手軽にスピーディーにできるようになって PSA の付加価値減っていくでしょ。デデン TV の主は実は結構ポケカコレクターで、それなりに高額なカードも持っているんですけど、大体のカードがノーケース、ノースリーブで箱の中にポイって入っているんですよ。これは別にカードを雑に扱いたいんじゃなくて、例えば、高いカードをケースに入れて保管したら、自分はそのカードのことをお金として見ているんじゃないか。傷や汚れもまた、そのカードとの思い出。うちのコレクションカードたちは自由奔放に保管されています。でもまあ、カードの管理は自己責任なので、同じ価値観の人以外はスリーブに入れてあげてね。ではまた、他の動画で会いましょう。